和紙に墨書きされたたった一枚の企画書。桜大戦の物語はここから始まった。それから8年、21世紀を迎え、ゲームから生まれたキャラクターたちはアニメ、漫画、音楽、舞台、そして映画へと様々なジャンルに飛び出していった。これはキャラクター作りに40代を捧げることになった男と、桜ワールドを作り上げた人々の熱き物語である。桜大戦総合プロデューサー広井王子。アニメ、ゲームの世界で数々のヒット作を生み、漫画原作者、作家、ラジオのパーソナリティなど、文字通り多忙な毎日を送っている。ようこそ広井王子でございます。桜大戦では常に作品のスポークスマンとなり、制作発表会などでは自ら司会役まで買って出ている。多分長丁場になると思うんですけども、また応援よろしくお願いします。みんなそれはその桜って世界観なりキャラクターなりを守れてますかっていう、最後その問いになるんですね。そのことを桜っていうのはまあできたキャラクターな作品なんですよね。桜大戦は僕の私小説でもありますと語る広井。そこにはどんな思いが込められているのか。1994年初頭、桜大戦は一本の電話から始まった。かけてきたのはセガの副社長、入間尻章一郎。ヒロさん、セガで何か仕事やんないかという話をしたんですね。サイパンに向かう予定だったヒロイを入間尻は飛行機で追いかけた。でそこで決めたんですよね、もうやるって。それまでバーチャファイターなどの格闘ゲームで知られたセガは、アドベンチャーゲームや RPG が欲しかった。何よりも魅力的なキャラクター作りが重要な課題だった。キャラクター作りには自負のあったヒロイだが、今までのゲーム業界での苦い経験を思い出していた。ヒット作を見ながらもメーカーからは要注意人物扱い、自分が作ったキャラクターを思い通りに動かせない不満がヒロイの中で高まっていた。失敗しても責任取りたいし、できたら成功させたいと思ってるわけですよ。キャラクターメーカーとしてその最大限のその力をくださいという。外部の総合プロデューサー、前代未聞のこの要望を入り混じりは受け入れた。その時彼もヒロイにあるリクエストをした。キャラクターゲームを作る、キャラクターを作ってほしい。セガとしてずっと残っていくようなもの、そういうものをまあ作ってほしいんだと。サイパンの空の下、ヒロイの頭の中にアイデアが浮かび始めた。そうだそうだ、夢屋さん、こういうシーンなんだよとか、国母感があるんだよ。でそこにね、ザーッとその女の子の水平が並んでてね、でパッとこう敬礼してんだと。東京に戻って数日後、若い社員たちが自作のボードゲームで遊んでいた。手書きのマス目にロボットが困ったなったコンバットゲームだった。ちょっと待てよみたいな、これに女の子たち乗ったら面白いのかななんて思ってたのが自分の頭の中でまとまって、
詰め将棋のシンプルさで楽しむ戦略シミュレーションに、女の子とのドラマを味わう恋愛シミュレーション、ドラマチックアドベンチャーという構想が姿を見せ始めた。早速題名と名前だけをしたためてセガに駆け込んだ。それはこの企画にかけるヒロイの決意表明でもあった。プロジェクト S、 企画の実現に向けて走り始めたヒロイ。キャラクターデザインを人気漫画家藤島康介に頼んだ。藤島さんがこう和服のモダンなデザインを描いてくれたら多分素晴らしいだろうなと思って。出版社の担当編集者は連載で多忙だからと渋った。それでもヒロイは彼のデザインを待つことにした。またヒロイがいつかミュージカルをやりたいと語った時、音楽監督の田中康平にゲームでやればいいじゃないと言われた。なんか宝塚のようなものをできそうですよ康平さんっていう話だって、すごく気軽抜けちゃったんですけどね。その時はヒロイはまず主題歌とエンディングを発注し、ゲームのスタッフに配った。音楽から作り始めたゲーム、若いスタッフに世界観を理解してもらう必要があった。シリーズ構成には赤堀悟、テレビアニメ風の13話というスタイルが提案された。まあ、やれるんだったらアニメみたいにしか描けないって言ったら、じゃあアニメみたいに描いてよって言われたんですよね。赤堀が描き、ヒロインが直す、作り変えるという繰り返しで、少しずつ世界が出来上がっていった。名前って何回も変わってるんですよ、実は企画書の段階で。で、一番初めの桜の名前忘れちゃいましたね。もうこの辺でいいんじゃないのっていう感じのところで必ずひっくり返すんですよね、全部ガーッと。だから一本の桜を作ろうと思ったら、4本ぐらいゲーム作ってるのと同じような量を考えさせられるわけですよね。架空の時代、大正の虚構の帝都で繰り広げられる物語だが、その中には松竹歌劇団にいたおばのことなど、ヒロイの実体験が色濃く織り込まれていった。僕にとっては未来なのね、理想的な未来っていうのを大正時代に置いたっていう。ねえねえ、とっても理想的な未来じゃないっつって、もう一回戻せば時間みたいなね、そんなことをみんな言い合って作ったんだよな。1994年秋、ゲームの開発がスタートしたが、藤島からのデザインがなかなか上がってこなかった。声優探しも始まった。すでにゲーム発売後の展開を視野に入れていたヒロイは、劇場やライブハウスを精力的に見て回った。歌を歌ってる声でセリフを喋りたいと思ったわけ。それを何人も揃えたいって、これね、至難の技。さくらは必殺技の決め台詞を見込んで横山知佐に決めた。マリア役の高野うららはライブを聴きに行って、スミレ役の富澤道枝は舞台を見て決めた。カンナはギャグメーカーとして田中真由美に、コーランの藤崎由里子は藤島の推薦で会ってみて決めた。最後まで決まらなかったアイリス、たまたま見に行った舞台で西原久美子と出会った。その年の大晦日、藤島からようやくファックスが送られてきた。デザイン画を手にしたヒロイは思わず叫んだ。待っててよかった、これだみたいなね。キャラクターと出会うってそういうことなんですよね。年が明け、勢ぞろいしたキャストによる歌取りが始まった。歌謡曲を復権したいというヒロイさんのですね、強い願いがありまして、みんなが一様にこんな可愛いキャラクターに自分の声が合うんだろうかなんて言いながらレコーディングをしました。集まった面々にかつてない大型プロジェクトの予感が生まれていた。順調に見えた桜大戦だが、肝心のゲーム開発で思わぬ難航を強いられていた。
外部の開発スタジオから上がってきたものを見たヒロイは愕然とした。地味だった。よくあるシミュレーションゲームにしか見えなかった。これ違うって言った時にえらい揉めたんですよね。もうそここまで1面2面ぐらいまでできちゃってて、これで全特会ってのはシステムからやり直しだみたいな。ヒロイとの調停役に入り混じりが駆り出された。どうしてもダメかい。自分を誘ってくれた入り混じりの問いにヒロイは心の中で詫びながら答えた。これでは売れません。桜大戦発売までの1年半の苦闘が始まった。プロジェクト S。 1995年夏、桜大戦の延期に関係者は動揺していた。期待が大きかった分、今度は実現を危ぶむ声が大きくなっていた。だが桜はそこで終わらなかった。セガ自身で開発を担当することが決定し、大場範義をはじめとした開発陣が集結した。最初僕のところに桜大戦が来た時はもうひっちゃかめっちゃかの状態でしたよね。もしつまんない内容だったら潰してやろうかなぐらいに思ってましたよ。ゲームが好きでセガに入社したという文系出身の大場、理工系が中心の開発畑の中で現場全体を俯瞰で見る術を身につけていた。新たな発売予定日まで待ったなしの状況で引き継いだ開発チーム。桜大戦の世界観をより魅力のあるゲームに完成させるべく全力を注いだ。おばさん救世主だったな、あの時。自分の中ではシナリオにやっぱシステムが乗っかるような形というのを作りたかったんですよ。そのシミュレーションゲームの部分については、まあ、当時やってた大原も含めて読めるスタッフがいたので、そっちの方は全然心配なかったんですけど、田中俊太郎っていうのはいいんですけど、体が勝手にというところですね、作って、そこからやっぱイップスがちゃんと生きて動くようになってきたかな。ムービーパートにも強力な味方が現れた。アニメーション創作の監督松原秀則、藤島康介が動かすなら松原さんでと指名した男は、さくらのキャラクターたちに命を吹き込んでいった。1996年早春、歌取りから約1年ぶりでセリフの収録が始まった。音響監督は長年洋画の吹き替えを手掛けてきたベテラン佐藤俊夫。岩のような背中をこう見せながら、音声だけを聞きながらイメージを膨らませていらっしゃるんですね。起き上がった時の一言が怖いわけですよ。ヒロイの注文はただ一つ、一人一人のキャラクターをしっかり立てたいんです。日常っていうか生身の人間として描いてほしいっていう、そういうこう演出です。まさに声の演出です。他のキャラクターとのバランスを見ながら、さくらは主役としてもうちょっと引いておいてほしいとか、演出もとっても細やかで、佐藤もキャラクターに命を吹き込む名人だった。ストーリー、アニメーション、演技、音楽といった要素を大場たち開発陣が魅力あるゲームにまとめ上げた。ヒロイはこれならいけると実感した。企画のスタートから2年近く経ち、予算は2倍以上かかっていた。発売日が近づき、商談会、発表会の感触も伝わってきた。ようやく姿を見せた桜大戦の出来栄えに、皆今までの苦労が報われる思いがした。やっとあの桜大戦が桜の季節ではなく秋桜のコスモスの季節に発売になってしまったねと。あれどうだったのかなって忘れたくらいで、こんだけね、絵を描いて作り直ししたゲームは僕は知りません。かなりですね手応えは感じていたんですよ。私はもういけると
思っておりました。失敗したと思ったね。いや、もっとやっておくことがいっぱいあったなっていう、自分的にね。1996年9月27日朝、帝国歌劇団花組デビューの日、セガ社内がヒットの予感を現実として受け止め始めた頃、総合プロデューサーであるヒロイは東京にいなかった。発売日を迎え手出しができなくなった時、ヒロイは初めて重圧に怯え湯河原に逃げていた。重い気持ちで朝を迎え会社に電話をした。どう状況はって言ったらば、秋葉原人が並んでますって嘘みたいな。で売れたよって言ってびっくりしちゃって、これだーって売れましたよって言ってかかってきたんです。まさかこんなにたくさんの人に愛してもらえる作品になるとは。やっぱりヒロさんの言うことを一応聞いてきて、まあ良かったかなと。でもかなりハードでしたね。発売初日、秋葉原は午前中で完売。その後も売れ続け、空前の大ヒットとなった。プロジェクト S。 一夜にして人気ソフトとなったさくら大戦、開発チームは早くも続編の開発に取り掛かった。毎回毎回技術的なものもシステム的なものも必ず新しいものにはチャレンジしています。2の時に大きくやりたかったことは CG とアニメーションのセル画の合成っていうのをやりたかったんですね。ゲームは第2作以降も貪欲なまでに新要素を取り込んでいき、発売のたびに高い評価を得ていった。また OVA から始まったアニメは2000年のテレビシリーズへと進化していく。ファンの交流の場として大正ロマン堂もオープンした。こうした数々のメディア展開に着手しながら、ヒロイは彼ならではといえる新展開、舞台作りに乗り出す。題して桜大戦歌謡ショー。有名俳優の起用もなく、声優たちがそのままの役柄を通すというプランに、はじめは誰もがよくあるプロモーションイベントの一種だと思っていた。姿形じゃなくてまず声だと思ったのね。声優さんでやりたい、でそのまんまコスプレーションでやりたい。1997年夏、田中康平のタクトとともに幕が上がると、場内はものすごい熱狂に包まれた。コスプレした様子を見合って、たまにうつむいたり、これは大丈夫なのか、これでいいのかなって。声優さんを使ってるにしては僕はね、もう本当に心配してる。だけどもね、お客さんのノリはすごいしさ、歌、ダンス、そして芝居、稽古にわずか1週間という無謀な計画だったが、声優たちは深夜に自発的特訓を行い舞台を務め上げた。恥ずかしかったですね。、まあ、私を含めて声優さんもみんな自分の中の根性とか勇気とか、度胸とか愛嬌とかそういうものと戦ってました。プロと見込んで舞台に招いた声優たち、彼女たちのプロ意識にはヒロイも改めて敬服した。やっぱり声が大事なんですよ。で声を出す人に舞台をそのままやってもらう。シェイクスピアもコスプレショーなんです、あれ。この時以来舞台公演は毎年夏の恒例となっていく。ゲーム生まれのさくらのキャラクターたちがまだ見ぬ世界へと歩き出し始めていた。プロジェクト S。 大場たち開発チームもゲームの外に広がっていくさくらの世界を全力で受け止め、ドリームキャストに登場したさくら大戦3、
そして桜大戦4で内容技術ともに究極の進化を遂げていく。フランスの子供たちに見せたいですね、あの凱旋門が銃に変わるシーンとか、どういうふうに見るんだろう。2001年には待望の劇場用映画に進出。ネオ CG アニメーションの傑作として、これからのさくらの映像を決定づける存在となった。この年からの歌謡ショーは横尾忠則のポスターとともに一段とスケールアップした舞台を展開している。21世紀に入り、さらに世界を広げた桜大戦。2003年、いよいよプレイステーション2へ。入り混じりのリクエストから間もなく10年。来年で50になるヒロイだが、まだまだキャラクター作りの最中と語る。自分がやってきたことはキャラクター作りなんですよね。さくらって作品はまだまだ僕は広がる作品だと思ってて、その中で今みんながどうやって広げていこうか、そのことを今ね、みんな考えてる最中です。本当に世界中にさくらファンというか広げていきたいです、うん、アメリカ人にもですね、欧米の方にも、あの走れ高速のって歌わしたいの。それだけのものは価値はあると思うんですね。お客さんが望んでるわけだから。桜大戦はあの俺のものだって言えるのはやっぱファンとヒロイさんだけですから。これからも変わらずに、でも発展していくというような進み方ができたら、それが理想だと思います。多くの人々、多くの才能を呼び寄せてきた桜大戦の世界は、日本のキャラクター作りの在り方を問いかけながら、今世界へ羽ばたこうとしている。遊んでいただいてありがとうございました。次回予告ということで、桜大戦5、どこまで言えるか分かりませんが、言っていいよと言われてるとこまで言ってみようかなと思うんですけども、桜っていうのは時間が少しずつこう経っているんですね。ですから本来であれば4の後なんですが、今回プレイステーション2に移植するにあたって、この、敦貴師匠から、まあ、多少時間が経ってるけども、きちんとつなげて、今度5が遊べるように、いろいろスタッフが考えました。今回5はですね、アメリカが舞台になります。ニューヨーク歌劇団、星組。これが、主人公グループを形成することになりますが、今回ですね、敦貴師匠には遊んでいただいた中に星組のシーンを入れてあるんですが、お気づきになったでしょうか。その映像をもう一度ご覧になっていただけると、5人星組がいたはずなんですね。これは5へつなげるための伏線になってます。その中に多分ちらっとですけども、ラチェット映ってたはずです。ラチェットというのはですね、これは活動大写真という映画版に出てきたキャラクターなんですが、彼女はアメリカから来て、帝国歌劇団花組の研究をというか勉強をしてたという設定になってるんです。でこれをまあお話の流れ上持ち帰って、それでニューヨーク歌劇団が出来上がるというふうになります。ですからラチェット出ます。もう一つ新情報でございまして、このニューヨーク歌劇団が使ってたロボットなんですが、あれアイゼンクライトという機種なんですね。ニューヨーク行った時にこのアイゼンクライトを使うかどうかというのは、研究をしまして、これは使わない。で実は
もともとのさくらの設定の中に、もともとは南北戦争の中で出来上がってきたロボット兵器スターというのがいて、まあ、それがスター海になったりして、でこれが後部の元になっているという設定がございまして、ならばアメリカへ持ってった時はニューヨーク歌劇団が使うのはこのスターであろうと、でスターの改良型というのがニューヨーク歌劇団が、使うであろう、機体でございまして、今デザインは鋭意制作中で、今お見せするわけにいかないんですが、徐々に、情報で出てくると思います。ぜひ、お楽しみに、ご期待ください。そういうことでここら辺の情報でいいかな。じゃあまた。
Thank you.